フォーワイトのアミカ。アミカといえば JK。 ということで今回は JK にまつわるドッキリをメンバーに仕掛けていきたいと思います。でなんと今回は一人じゃなくってお兄ちゃん。久しぶりのこたみやね。そうですね、久しぶりにちょっと今回はこたつくんと一緒にメンバーに仕掛けていきたいと思います。はい、その名もアミカがいきなり高校退学したいと言ったらメンバーはどんな反応するのか。やかやろ。そうなんですよ、絶対あかんよ。ダメなんですけど、うん、絶対いけや。なぜこたつくんをこっち側につけたのかというと、はいはいはい、まあ、やっぱりアミカが高校退学したいとかメンバーに言ったら、うん、リーダーはどう思うみたいな、絶対聞くと思うんですよ、うん、確かにね。そう、決定権みたいな、うん、なんで今回はそのリーダーがアミカの退学に賛成するっていう仕掛けに。あ、もうめっちゃ賛成するってことね。あ、そうです、だからアミカが退学したいって言ったら、そうよなみたいな感じで、逆に便乗しちゃうみたいな感じで、メンバーをちょっと困惑させようかなって。めっちゃおもろい。でも最初はちょっと真剣に、うん、ほんまに真剣なムードで行くんですけど、だんだんとその理由がしょうもなくなって、はいはい、で、まあ、そこでネタバレかなみたいな思って。いや、楽しみですね。そうなんですよ。ちゃんと高校行ってんの？高校行ってます。じゃあ行ってます。行ってますか？行ってる。そう、ちゃんと通信なんで、通信やから、あの、行ってないように見えるんですけど、ちゃんと言ってますよね。そう、ちょくちょく言ってます。はい、頑張って、頑張ります。はい、はい、ということで早速やっていきましょう。はい、せーの、レイド。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。こいつは俺に憧れてるんです。どういうことちゃうの。おはよう。おはよう。おはよう。チース。おはようす。おはよう。いいよ。めぇ、知らん知らん。お風呂入らない。やばい。じゃあ俺がペロペロして綺麗に帰るね。やったー。お風呂って何？お風呂ってみんないいですか？あ、MC も。いいよ。いいよ。いや、話が。お、聞こう。あ、他にもその話があって、うん、高校？高3じゃないですか？うん。大学したい、やめたいとか。そう、やめたいとか。え、もう1年前に。そうなんですよ。どんぐらい行ってないっけ。あの、週1 いや、年4。年4やろ。年4やろ。年4やろ。どうしたの。あの、年4は、フル8限受けての年4。うん。それを、そのフル8限っていう時間がなくて、今は3限。あ、そうです、3限ずつに分けて。で、だいたいそんなんだ。この前言ってたよね。あ、そうですか。え、あと何回も。あとまだ何十回。なん、理由は、なんで。理由は、まあ、その通学が足りない。どこやってルネサンス。お前、甘えたこと言ってんちゃう。いやいやいや、もうちょちょげや、活動ちょっと、アメとムチやから。アメとムチやから。アメとムチ。あ、めんなよ。バリムチやん。バリムチやん。なんか、ルネサンスってさ、アミガンチからどんぐらいかかるの？俺、朝7時14分に電車乗らないチコやったよ。俺、1時間かけてた。うん、な。俺もチャリンコで30分ぐらい。私もチャリで15分ぐらい。電車で1時間半。アメとアメ。アメとアメ。チャリンコ。あれじゃん。それはなんでここまでさ、彼ら3年生やん、今。で、急に。何急にやってたの？何で諦めた？の時に、いや、なんか違うわと思って辞めるとわかるけど、あと、もうちょっとやろ。あと、半年ある、半年ちょっとぐらいやのにさ。わかった。なんか、膝見てる。いじめられてるわ、いや、年4で。これ、こけたみたいな。ペチンってこけた。通学がというよりは、この活動に対して通学が、なんてやろう、邪魔じゃないけど、あの、撮影日の日にスクーリングが入ったりとかもするんですけど。あ、合わせるやん。合わせるやん。その気にしなくていいから、ちょっとあと1年くらい。あの、別に毎日撮影日じゃないやん。あ、そうです。そうね。変更はその週だけ変更だけできるわけだし。できるから。まあ、どこちゃんに言った？いや、まだ。遅いよ。せや、一番大事やん。リーダーには。過保護よ、過保護。パーンって言ってくれるわ。もうここに連絡相談や。もうちょっとで来ると思うけど。
おー、まあ、でもなんかでも JK でも売れたらええわ言ってたね。いやいや私には JK ブランドあるんで。いやいやいや、あれ、私 JK の全然違ってこないと思う。びっくりした。あや、ちょうどよ。おはようございます。泣いたの登場。ちょうどよ。ちょうどよ。なんやお兄ちゃん、お兄ちゃんが、お兄ちゃんが泣いてるわ。高校やめようかな。え、なんで学校は、あれ学校週何回ぐらい？年4。ああ、なか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 じゃない。行ってないわ。行ってないわ。行きにくいっていうか、年4回やったの。わかる。4回しか行かなくていいから、その場所に行きにくいから、その時に行けんかったら難しいやんと。わかんない。みんなわかんない。わかんない。うちの子もあんたと同じ学校行っとってる。ちゃんと年4回行ってるからね。え、みんなどういう感じ。え、マジなんかあったの。いじめられたりとか、なんか辛いこととか、なんかあった。特にないですよ。じゃあどうしたん。あ、大丈夫。通学が大変で。あ、通学な。で、何回な。4回です。うん、なめんなよって。いやいや、でもその後言ったんですけど、年4回は8限まるまる1っての4回。あ、なるほどね。4回なんですよ。8限ってどんだけ質にしんどいかわかる。わかります。全然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 。俺も8限経験した罪やめんなよってなりますよ。ちょくちょく行ってるんですよ。あ、それでいいよ。それでいい。もうちょっと俺こっちからちょっと多分全員そうでの意見行って。映画館の話。まあ映画館で一緒に映画見に行ったんですよ、うん、俺らチケット1900円でそうそうそう、アミカが取ってくれたんですけど、え、マカワ君、ナマリザ君1900円ですよね。アミカ何やと思います。高校生で1000円なんです。安いって言ってたの。何。あ、何やらってんだ。じゃあもう次1900円。映画は俺が900円分払う。なんでやねん。じゃあそんなじゃないの。どこのコンテンツ。みんなはじゃあ嫌って言ってる。嫌というよりも普通にもったいないよって。そう、厳しくない。じゃあ甘くない。じゃあ、これは違う違う違う。野菜って聞いて聞いて。これでアミカが年に4回かもしれんで、その中で何かが起こったらどうするんよ。他の一番さ、大事なそのなインフルエンサーとして。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、きつすぎ。アミカに問いたい。うん、学校に行かなくなるのは20回分休みが出る。休みっていうか日が増えるわけやん。その日は何をする予定。あ、いい、絶対そっちがいい。お前さ、これ一番の理由なんだ。それを聞きなさい。あ、ごめんなさい。18歳って結構制限が解かれる年やと思うんですけど、高校生ってだけでカラオケが行けたね。カラオケ行きたいもんな。別に深夜に行く必要なくない。で、オールしてみたいのが一番。じゃあオールは大事。そう、みんなを待たせたくなる。高校行きたくても行けないやつもんね。そうやで、一人で苦労やしてるやつもんね。その時間な。貢献しようと思ってんねんで。こんな成長したアメリカあんま見んぞ。そうですね、まあ、新年行きたがるじゃん。ちょっと待ってすよ、おかしいの。アメリカだけじゃない、こいつもやおかしいの。おかしい。ママに話した。はい、ママに話した。めっちゃええやん。ほんとに。ママや。ほんまに電話して。いいと思う。電話していい。いいと思う。ほんまにいいやな。いいと思う。一回ママに確認して。いいっすか。どうしてどうして。数ヶ月前に僕が大学辞めるときのちょっと動画を見ましょう。ちょっといい。言ってることも全然違う。違う違う違う。一回見よう。一回見よう。若葉置いて。若葉。俳優学校行ってて、2年目のもう残り半年ぐらいで終わるところで、なんか不登校やったから、もうずっと家を取る。で、なんか、もうやめようかもみたいな話になってて、わざわざ家に来てもらって、まあ、こう言われたわけですね。今、目の前にある、成し遂げたくないことっていっぱいあると思うんで、そのちっちゃいことを成し遂げれずに、その次のでっかい夢って成し遂げれるのかっていう。
それだけ思って同じこと言えますから。お母さん泣いてんの多分。アミカは俺の妹や。関係ないよ。男目線よね。あ、分かる。厳しくいく。女の子はやりたいことやらせないと全部影響しちゃうでしょ。あれ、可愛い子に感じさせろ。そうでしょ。女の子はそういうやりたくないことを。女の意見言うのか。それで失敗してる女何人も見てきてんの。けどそれ以上にメンタル。メンタル弱いよ。スマホ上手に終わってんじゃん。だからそれで全部ができなくなるんやったらその4回行かんで。ちょその4回カラオケ行こう。全然カラオケカラオケできる気はねえんだよ。やりたくなるって人生にいらんもん。やりたいことはあるの。でここに宣伝したいっていうことがある。でも4年に4回やろ。なんでそんなこと言うの。そうやお前ちょっと顔もお前すごいめちゃくちゃ広いわ。お前それでも俺らの最年少守れんのか。僕は今なんでか、なんで怒られてるのか。優しさだけが全てじゃないのよ。今どこもそう言われました。優しさだけはみんなに言われました。だから今お前やめんだ。お前アメリカの情緒不安定なんかどうしてくれるの。どうやねん。アマリゾは別に情緒不安定になってもあんま変わらんから。で変わるやろ。大金分かったことがあって。それ勉強して一回見て何も言わずに飲み込む。あのね、どんなにやっぱ面倒くさいことがあってもなんかやりたくないことがあってもやらなあかん時ってあると思う。これもクソかもしれん。それ以上にそれを勝るものも分かったもん。何だって。かわいさ。かわいいが正義って言うやん。あの許しちゃった。じゃあほんまにもうかわいかったら何でも許せんのか。今日の撮影なしでいい。かわいい。最近かわいすぎても母さん。もう大丈夫。ちょっと、いや俺もカラオケ一杯。あ、そうやった。うちは好きなことしよう。カラオケ一杯。やめカラオケ。待てこれ何なん。俺ら止めてるぞ。マジ何カメラ回ってんのやろ。そんな回ってんの。いや絶対回ってるやろ。こんなまたもおかしくておらんよ。逆に僕にカメラ回ってなかった。心配よ。回っててほしくない。可愛いの正義でしょ。でこれで回ってなかった。でもこっちゃんは俺とアミカを可愛いお願い事。可愛いよ。お、君たちは承諾できないってことですか。こっちゃん私たちも可愛いお願い承諾してくれないんですか。一番下が可愛いんです。おい。だってこっちゃんのハマリゾと仲間は可愛いって言ってくれた。だからお願い聞いてもらう。メイビータウン。メイビータウン。じゃあオッケー。するとしてないで、将来の就職先とか年収全然変わんない。あと美容とかもな、やっぱりちゃんと卒業とかいいよとか。もしかしたら外人みたいなイケメンと付き合えるかもしれない。大丈夫、魔導されたいいの。え、そんなやりたくないことやらない。カミ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 。あ、じゃあ、ケンちゃんのこと聞くんだよ。おい、片付けよって聞いちまえよ。結局言う。あ、結構か。俺結構。いいんだよ、アミカ。あの、全然ここやめてもいいよ。ダメに決まってんだろ。俺が手じゃん。こんな顔見たことある、この子。もう諦めてるやん、もういろいろ。ほらほら、もう。まあ、もうタオ、女の子に涙を流させんのか、お前。一言も喋ってないのに女に喋られてる。すごい。次やりますか。もういいよ。もういいよ。ドキリ大成功。え、何この1年ドキリ下手だった。いや、え、今日ガチで言うことやもんか。それ賛成。多分ね、まあ、賛成。しまきてー